はい。はい。あ、わかりました。お願いします。お願いします。今日も消防だったんですか？うん、今日なんもなかった。今日なんもない。オフ。オフ。今負けた。いやいやいや、あれ？あれ？あ、あれ？じゃなかったっけ？何が？単独まで。単独まで打たない。って、あれ？言ってたよね。今負けた。何が起きてる今？ハナフラワーの19時から。はい、始まりました。ハナフラワーの19時からでございます。よろしくお願いします。ハナフラワーの領事とグレキンです。ういー、やっていきましょう。お願いします。お願いします。はい、うん、いや16回目本当に16回目でございます。数えた？いや、まあまあまあ、あの定かではないですが、あ、まあ、すもう推定、あ、まあ推定、ね、推定16回目ということですね。まあまあまあ、10回以上やってますから。そうですね、はい、まあ、16回目からスタートしましょう、はい、水曜日の水曜日19時から。はい、16回目でございます。よろしくお願いします。お願いしますよ。りょうじのインスタライブ、そしてツイキャスはできてるんですよね。ツイキャスも、はい、配信してますからね、うん、あの FM 技能案のよろしくお願いします、はい、お願いします。はい、中本から早速クッシュストレンジ中本、あの中本、うん、おキャッチーでおなじみの、キャッチーの、キャッチーの、はいはいはい、中本から、うん、何してんのっていう。何してんの？いや、何してんの中本、キャッチーじゃないわ。だからお前キャッチーだろ。あ、終わってんのかも。19時はさすがに終わってんのか。そっかそっか、4時16時ぐらいからだもんね。そっか、ね、あ、うん、キャッチ早いもんね。そう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 。16時から始まって、16時15分ぐらいからか。ぐらいから、うん、生放送ね、うん。見たわ、今日。リポート。あ、見ましたか？見たってよ、中本。見た見た。中本やってました？いや、中本のところは見てない。あれ？あの、マチョタニのところ見た。いや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 。いや、我々だったらもう一応は中本のところじゃない？見るのは。マチョモトは見てないの？マチョモトになってるやつ、もう吸収してるやつ、中本のこと。マチョモトはまだ見てない。マチョモトってなんだわ。マチョタニは見たけど、うん、マチョモト見てないな。あ、そう、うん、中谷は？中谷は見てない。中谷は見てない。中谷は見てないな。あ、そうですか、うん、マチョモトは見たけど、マチョモトは見たけど、見たけど、うん、あ、どこ見てんねんっていうね。そうそうそう、関西風のツッコミいただきましたけども、新力ベイビーが12回目の優勝おめでとうございます。あー、マチョモトの牛。いやいや、マチョモトの同級生 の、うん、あの牛元、うん、あ、牛、いやいや、もうよくわからんくなっちゃう。牛元が闘牛ね、闘牛のね、うん、牛元が12回目の優勝。うるま市じゃん、闘牛といえば。そうね、うるま市、我々、僕が住んでる石川、うん、はい、旅地元の、旅地元の地元、旅地元の地元、石元、うん、石元、うる元の石元。いやうるま市、うん、石川ね、石川、ありがたいですね。闘牛がね、今も来てますから。でもあんまり知らないでしょ、領事。あんまり知らない、闘牛、うん、あ、絶対知っといた方がいいのよ。知っといた方がいいよ。石川に住んでるし、うん、仕事にもつながりそうだし、うん、な、そうだからね、伊波大志さんとも、闘牛といえば伊波大志さんね、うん、ともね、なんかもう週一で会ってるんですけどもね、なかなかそう、なんかラジオでね、あ、なってするんですけど、なかなかね、闘牛知らんから俺が話できない。いや、勉強した方がいいよ。ひいあいしか知らない。あ、ひいあいしてたらいいんじゃない。ひいあい知ってればいいか、うん、勉強ね、したいね。だから闘牛系の仕事は全部中本にもっと持ってかれるから。あ、まあ、まあまあまあ、中本はガチ勢だからな。そうね、闘牛ガチ勢だからね、闘、うん、牛選手ワイドにも出てるからね。あ、そうなんだ。好きすぎて、そう、その熱意が伝わって、うん、その向こう側にね、その気持ちが伝わってワイドに出るっていう、そう、役が闘牛を反対する役っていう。とても皮肉的な。あ、そうなんだ。かわいそうにね。知らない領事がやった方がよかったんじゃん。そうね、うん、俺が一番やった、俺の方が多分熱意こもってたかもしれない。なんか闘牛好きで反対するのちょっとな、なんか演技とはいえ、うん、ちょっとどこかには絶対ね、うん、その部分は隠しきれないと思う。まあ、知らない方がな、反対しやすいでしょ、うん。まあそうね、うん、役にも入りやすいでしょ。いや、まあ、で、俺戦わすなって、かわいそうだろっつって、うん、
牛戦わすな。ベイビー、新力ベイビーのオーラがすごすぎて、うん、オーラなかった。オーラなかった、戦わなかったってこと、ね、オーラがすごすぎてオーラなかった。いやなんかたまたまなのかこれ今。どっちなのこれ。たまたまなんかそうなっちゃってんのかこれ。恥ずかしいな、うん、なん椅子運んでる時にイスとか言う感じのやつこれ。今ソースの時にソースとか言うんだよ、みたいな感じかな、みたいな感じだなこれ。はずいやつ、それとも狙ったやつ。いやオーラなかった、喧嘩してなかった、分かるのよ。最近ね、もう石川で思い出しましたけども、うんうん、石川で、一人カラオケしてきましてね。いやすごいよなそれ。地元石川の一人でカラオケに行った。近くにカラオケ屋が、しかも金曜日の夜とかじゃなかった。あそうだったかな、金曜日の夜だったかも、うん、そうだから、うん、みんな大体友達とかと飲んで、うん、花金ね、うんうん、まあ2次会3次会とかでカラオケ行くでしょ。そうね、1次会1人カラオケ、1次会一発目1人カラオケ。金曜日、金曜日の夜、すごいわそれ。しかも、うん、深夜1時から、うん、一番ピークばよそれ。みんなが、まあ、2、3次会行ってる頃か、うん、その頃に俺はもう1人カラオケ。いやカラオケの店員がとしたら、うん、いやこの時間避けてこいやっていう一人で来んなやこの時間にっていう感じだよ。そうね、一応見渡してたよ、うん、俺の背後ろとかを、うん、店員さんは、まあ、お連れ様いますよねみたいな。そう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 、うん、いやでも全然俺一人カラオケよくやるからね。ぼっちからぼっちカラオケマジ、うん、全然すごいわそれ。面白いのよね、ちょっとお酒飲んで。俺一回だけやったことあんのよ。あおやってるじゃんほら。いやまあなんていう、試しにね、うん、試しにやってみたけど、どう楽しくないわ。何が楽しくないの。合わない合わない、もう。あそう、なんか一人で歌って、うん、終わったら、うん、なんかシーンってなってるさ。いやもう立て続けに入れとくのよ、うん、ダムチャンネルをご覧の皆さんって。いやもうダムチャンネルの入る隙を与えない、うん、俺は。キャリーパミューパミューがさ喋るでしょ。いやまあまあまあその日によるな、期間によるだろそれ今。期間によるだ。俺が行った時はキャリーだったわ、うん、あそう、うん、見てたわ俺ダムチャンネル見てたわ。キャリー好きだからな。楽しんでるしじゃん。ダムチャンネル見にカラオケ行ってるわ俺。いやそれ楽しんでるから、うん、逆に一人でキャリー見る。歌わずに一人で見な、一人じゃないと逆に見ないから、うん、あそっか、友達と入れていくでしょ。確かにな、そうだな、そうそうそう。で普段歌えないようなゴリゴリのラップとか、うん、そういうのをもう自由に歌えるっていうさ。証言とか、証言しそう。そうランプアイの証言とかね、証言イーチとかね、あ全然あれとかも歌えるからね。証言知ってるんかい。いやいやいや証言知ってるよ俺。マジのヒップホップ好きじゃん、うん、証言知ってる。まあでも中学生ぐらいの時、うん、そうね、うん、ジブラの鼻息荒いシマウマ生まれたやつね。あ証言イーチ、そう。あ、花浦のコンビ、うん、あ花浦のイケメンコンビとキャンチーこんばんは。あキャンさん、キャンさんね、キャンさん、キャンチーって呼ばれてるんだ。キャンチーって呼ばれてんだ。キャンチーイケメンコンビって嬉しいですね。嬉しいね。キャンさん、キャンチー、いやそんな可愛いもんじゃないですよ、発言とか言ってると。そんなキャンチー、あー出たよ、ほら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 。怖いって大きい声で急にキャンチー大きい声出すから。キャンチーはでかい声出すからな、まあ、ロアさん、うん、私も人からだったら連続で曲入れますね。そうね、連チャンで入れます、ね、人から行くんだ。人からでも基本行くじゃないみんな、人からは。今はもう心配になるわ人から、うん、いや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 、一人カラオケ行くし、うん、ちょっと心配になるな。めっちゃ楽しい、おすすめよ。今度行く一緒に。いや人からじゃなくなるだろ。人からじゃなくなる。いやだから行って別の部屋に入るって。いやいやだな、二人で別の部屋入っていく。意味わからんだろ、隣同士。俺多分聞いとくわずっと。いやいや壁越しに、壁に耳当てて、壁越しに聞いとくわ。聞くなよ、歌えよ。ミュージックもゼロにして歌えよそれは。いやまあでもちゃんとその後に、うん、同級生に連絡して、うん、飲んでるっつってで合流して一緒に飲むっていうのがありましたけど、その時も歌った。その後も歌いました。あ歌ったんだ、はい、人からで歌った曲をここでまた発揮する、うん、意味が分からん。ここで練習した成果をだからみんなでいる時に歌うっていう。あそういうことね。そうそこでおおって練習しに行ってるんだ。まあそんな感じが、まあ、ストレスというかなんかこう発散しにも行ってるよ。
なんか歌いたいなっていうこれもあるけど練習もな、はい、してるっていう。あ、そういうことね。そう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 。あれか、じゃあ打ちっぱなしと一緒か。まさに、あ、そうだね。打ちっぱなしに行ってる、はいはいはい、みたいな感じよ。パチンコとかと一緒か。パチンコとは違うな。あ、違うんだ。パチンコも一人で行くもんな。いやでもマイナスが大きすぎるだろ。一パチ、一パチだから。一パチや、でも大体一パチだろ。うん、大体一パチ。うん、いやでも、いや一パチじゃないことが最近多いかもね、でも。あ、そう。あんまり一人でいる人いないかも。連れパチ？うん、結構みんな連れてるね。いやーパチンコはいかんな。いかない。いかんな。あ、人から未経験か。人から、いやいや経験はしたよ。一回ってことあるけど。あー。あー、クレバでラップやればレバー食べれば。中本なんか言ってるな。クレバでやラップやれ ばレバー食べれ ば、うん、そうだよ、そういうことで。そうだな、うん、うんうん、そう。これあのディスってるからクレバを今。ああ、クレバにレバー食べればって言ってるのがディスってるってこと。そうそうそう。リョウジ好きでしょ、クレバ。クレバ大好きだね。クレバ歌ったからね。闘牛てか、リョウジ、島さんから連絡来たんでしょ、浦添ウィンドウの。来た。で、何ライブ出演お願いしますって。ライブ出ますか、うん、関さん寄せでしょ、うん、関さん寄せ、浦添やさな。なんで浦添で島さん抜けてるやし。関さん寄せ、島さん連絡係の仕事だけじゃないから。関さん寄せに出るかっていう連絡を島さんから来たんでしょ、島さんから来ました、うん、関さん寄せじゃない、浦添寄せ。島さん脱退したもう。あ、浦添寄せ、浦添寄せ、浦添ウィンドウっていうね、先輩芸人のライブに、うん、はいはい、今月出ますかっていう連絡が来たんでしょ。来ましたよ。で、その連絡が領事に来たと。俺に大体、基本俺に来るからね。そうそういうなんかライブ出演以来は。そう、みんな領事が俺に、そう、確認取るのよ、この日どうですかどうですかって、うん、で、俺この日が、うん、他のライブで行けなかったのよ。あー、はいはいはい、ね、音楽ライブ、そう、音楽ライブでね、ケツメイシのライブで、おー、うん、いいね、ケツメイシのライブと被ってて、うん、で、あ、そう、ごめん、この日行けないわ、うん、で、リョウジに行ったのよ。あ、俺に言ったね。そしたらリョウジが島さんに、すいませんと、うん、まあ、この日スケジュール出れません、うん、そうね、出れませんって言った、うん、で、言うでしょ、うん、すいませんって。で、ちゃんと、うん、ケツメイシのライブで行けませんって言ってるだろう。言った。お前ふざけお前よ、これ、悩んだのよ。違う、お前めっちゃ悩んだ。で、うん、で、うん、スケジュールがちょっとスケジュール的に、うん、この日すいません行けませんって言って断るのも全然いいんだけど。あ、そうだろ、ちょっと一回行ってみようと思って、うん、いや言うなよ言うなよ。ケツメグレキンが、うん、ケツメイシのライブと被ってます、うん、すいません、うん、っていうか本当にケツメイシって誰ですかって感じですよねって送った。いや本当にって、うん、ケツメイシって誰って感じですよね、本当にすいませんって。なんでお前自分は悪くないですよみたいな感じで。いや本当もグレキンが申し訳ない、100俺悪いで送るなよ。もう それはもうグレケイシが、うん、そう、グレケイシがそうなってるから。グレケイシ、グレケイ、グレメイシ、グレメイシ、グレメイシみたいに言うな。こうなってるから、しゃあない、これはもう、うんうん、でも一回だからそうなボケ的な雰囲気で送ったの。あ、はいはい、俺はね、ちゃんとね、そう、ちゃんとボケ風な感じで送ったのよ、うん、そしたら、うん、島さんから連絡なかったのよ。うわ、そっからやば、これやったなと思って。これはやったな、これぐらいで怒るかねと思って、うん、俺は、うん、いや切れるんだってじゃあ早いって。いやいや、だからおかしいっしょ、うん、と思って、うん、で、そしたら最近ねまた来てね、このケツメイシのライブってどこで何時からって来て。いやもう怖いわ、もう怖い怖い、もういやこれは別に怒ってる感じじゃない、文面的に。でそれで聞いたでしょ、うん、でそれを伝えたのよ、うん、そしたらまた連絡はないの。いや待って待って、違うおかしいよな、なんか俺のせいで、うん、そのなんかライブの時間がずれたりとか。いやするってこと？絶対ない、それは絶対ない、それはない、絶対ない、うん、それかまあ、ライブ終わりに出れるんだったら、うん、出てくれっていうことになるかもしれないしね。俺ケツメイシのライブ見た後に、うん、お笑いできないって。なんでよ、自分でケツメイシもお笑い要素あるでしょ、あるけど、そのケツメイシ見たら飲みに行きたくなるだろう。いやまあ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 、まあ、そうね、お酒に一番合うからね、うん、今日はもうオフだろ、うん、ケツメイシ見るときはもうオフだろ。いやそれはもう知らんよ、うん、それは
グレキンとケツメイシ似てるよね、うん、あ似てます、似てる、どっち、うん、誰に、いやいっぱいいるな、誰に、3人いるから、うん、あ真ん中の人かな、誰誰、領事、領事かな、真ん中の、いや、ややこしいな、領事が、領事って、ケツメイシの領事に似てるのがグレキンってこと、うん、分からん、いやだからちゃんと言うなよ、ケツメイシとるわ、その先輩の、うん、そのライブに出れるかっていう誘いに、うん、あのすいませんと、うん、あのケツメイシのライブに行くからこの日出れませんってちゃんと言うなよ、いやそれは言うよ、一回ね、一回試してみようと、俺なんか試したくなるのよマジで、うん、怒られるだろ 100% こんなん、いや志麻さんは絶対怒らないと思った、いや志麻さんは怒らんよ、うん、関さんが怒るだろ、いやいやいや関さんは大丈夫、うん、こんなんで怒ったら、いや関さん、いやいや、ちょ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 ってなるよ、こんなん以外で怒られてるから、あのこんなこんなの以外で怒られてるだろ普通に、いや怒られたことないからな、関さんは怒る人だから、関さんは、うん、あの言ってたでしょ前飲みに行った時に、うん、もうバンバンいじってくれっつって、うん、お前らやっと俺をいじれるようになったなって言ってたでしょ、うん、だからもうそんなんがあったから、うん、もうその関さんも絶対怒らんと思って、うん、違う違う、これはもういじりとかじゃなくて、うん、これは失礼なの、うん、これはこれ失礼なの、うん、知らんかった、そうだよ、まあ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 、じゃあじゃあもし俺らのライブによ、うん、じゃあ後輩の、はいはいはい、じゃああのスーパーひろきくんに呼ぶかその前に呼ぶかスーパーひろきくん俺らのライブに一番呼んだらダメなやつだ、後輩のスーパーひろきくん呼んだりとか、スーパーひろきくん、うん、いやいやいや、長ディとか先輩に会った時に何帽子も外さず、うん、うっせうっせうっせって来るやつ呼ぶわけないだろ、うん、だから連絡するだろ、連絡しないって、そしたらケツメイシのライブで出れません、うん、この日ケツメイシのライブに行くんで、うん、ちょっと花フラワーのライブにはちょっと行きませんと、うん、って言われたら怒るでしょ、いやもうだろうなっていう、うん、だろうな、お前らそんなやつだろってなるよ、そりゃ、じゃあキャンマーブは、あキャンマーブね、あキャンマーブに連絡して、うん、すみませんこの日、うん、斎藤がちょっと斎藤か、しかも斎藤がケツメイシのライブに行くと、うん、あバンプオブチキンのライブに行くと、斎藤がしかもバンプかい、好きだから斎藤バンプ、ね、行くからちょっとすみません出ないです出れませんじゃなくて出ないです出ないですって言ったら怒るでしょ、いや怒らんな、怒らん、怒らん、あんまこんなので怒らんな俺は、あ本当別に怒る、いや俺は全然怒らんけど、うん、何されても怒らんけど、そうね基本怒らんよね、うん、怒らないけどでも、うん、なんていう、あそうなんだっては思う、あそういうタイプかって、うん、あそうですか、全く思わないね、まあでも逆にいいけどなってなるけどね、ああ、うん、エピソード的に、まあそうね、うん、確かに確かに、だから多分今回の、うん、その関さん寄せで、うん、関さん寄せってまた呼んで、それも失礼だから志麻さん入れてあげるよ早く、浦添寄せで、うん、多分オープニングで言うと思うわ、あ花浦は誘ったんですけど、7月だからね、でも誘われたの、あああああ、そうね7月のライブ、ね、7月のライブでしょ、でそれで言われね出なかったらね我々が、で花浦は誘ったんですけど、うん、グレイキンが、うん、ケツメイシのライブに行ってるから出ませんって言いましたあいつら、いやもうそれで受けたんだったら、うん、これありがたいよね、あなるほどね、うん、これはもうグレキンの手柄、まあ、こっちにこの浦添寄せに来たお客さんも、うん、うわケツメイシ行けばよかったって思うかもしれないしここよりもケツメイシあったんかいケツメイシ行けばよかったってなってたかもしれないね、思うかもしれないからね、もしかしたらね、うん、じゃあもう逆にどう転んでもいいようないい、うん、いい効果だね、まあでも多分俺は一回ガチで怒られると思う、うん、なんでよ、うん、関さんに今度飲みに行こう、うん、んかもう次から声かからないかのどっちかで、ああ、うん、でもこっちから攻めるよ、あ出してくださいって、俺そういうやつあります、うん、今回ケツメイシのライブかぶってないんで出れますって、出れますよ、うん、どうですか、あそうね、いいね、行ってみてよ、じゃやってみよう、うん、はい、ちゃんとボケですよって言ってよ、言う言う言う、うん、でも今回も本当にボケっぽく言ったよマジで、うんうん、ちゃんとね、で俺のそのケツメイシのライブに行くっていうのは、うん、嘘だよってちゃんと言ってよボケですよって今回の、うん、今回の、うん、あボケ、いわゆるボケでしたよと、本当にスケジュールがちょっと NG で、うん、って言ってよ、う
はい、ちょっと、うん、まあまあ機会があればね、そう、あの仕事、仕事だからその日俺休め、うん、仕事は休め、仕事だから別に7月だろ、シフト取れるだろまだ休み休めよ、この日はちょっとあの沖縄本島にいないから、うん、そうなんだ、うん、離島、うん、まさかの離島に行ってるから、離島の決め石かよ、そうそうそう、はい、じゃあちょっと一旦 CM 行きます、 CM です。手話使って、こんばんは、手話使って、こんばんは、お手話、うん、使って、お使ってます、ほら埼玉の郷さん、うん、何宣言されたら怒られ、怒れよな、怒れよな、あ、行きませんって言われたらね、あー、はい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 、行けないですとかじゃなくて、行けないです、行きません、マジで怒らんね、本当にね、怒らないな、うん、逆にまたケツメイシのライブの人合わせて集約数競争させますかって言われるかもよ後輩にね、はい、やっております、花浦の19時から、19時からです、はい、やっておりますよ、ブレキンです、リョウジと申します、お願いします、お願いします、あれだね、何だね、リョウジから先に自己紹介するときは、うん、リョウジと申しますって言わないな、言いづらいよね、リョウジ取って次にパスしないといけないもんね、あ、そっかそっか、これってだからブレキンから言った方がいいね、これ ね、 あ、なるほどね、うん、俺から言ったらリョウジと申します、俺は申せるのよ、あ、申したいんだけどね、はいはいはい、本当はね、じゃあ一回最初に言ってみてよ、あ、いやいやいや、はい、花フラワーのリョウジと申します、グレキンです、あ、ちょっと違和感あるね、あ、本当、あ、分かった、花フラのリョウジと申します、そして、あ、グレキンです、あ、いいんじゃない、あ、うん、あ、リョウジと申します、そしてまで言わんじゃない、いいんじゃない、あ、でも沖に行けないんだ、あ、そうね、いつも沖に行ってるさ、リョウジと申します、これはもう最後だよねやっぱね、あ、そうなん、リョウジと申します、さあ来ました、うん、あ、言いづらいな、グレキンですえ、言いづらいな、そんな、そしてこの男、うん、いえいえ、グレキンです申し訳ないわ、申し訳ない、うん、あ、そうですか、うん、いや、もっと堂々とした方がいいけどな、グレキンは、リョウジと申します、リョウジと申しますってね、あ、これがいいんですよね、申しますって言いたい、申しますって言いたいね、あ、言いたい、申したいもん、ずっと、あ、そうなの、うん、これをいじられるようになってからね、あ、リョウジと申しますって、そう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 、ずっとリョウジと申しますって言ってたら、うん、あの同期アリンクリンとかが、うん、リョウジってムシムシとかなんかいじり出してリョウジってムシムシって言い出してあいつらがニャン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 って言ってないじゃん、そうそう、言ってないわ、ミャーンミャーンって言い出して、猫猫だからこんなのがあってから、はいはいはい、そう、これが定着してしたって感じかな、その沖に行ってる時はそんな感じでしょ、そう、リョウジと申しますとか言ってるから、ミュージュースいや言ってない、周波数合わせれよ、なんかミャンミャンミャンして、あ、いいね、そう、こんな感じですね、面白いね、崎山さん、リョウジお誕生日おめでとうございます、崎山マックスさん見てくれて、崎山マックス、僕の同期のね、はい、グレキンの同期の、同期の、いや、もうリョウジに引っ張られてるじゃん、リョウジと虫はい、誕生日40歳ですか、40になったんだ、40になりましたね、うわー、40になる前からもハゲてますからね、うん、彼は、でも見えるな、見えるね、うん、妥当あんまないけどな、芸人って本当にさ、なんか若く見えますねっていうのが多いのよ、でもさっきのマックスも確かに若く見えるわ、見えるか、うん、40だな、40、いや39とかに見えるか、40やし、もう40やし、うん、頭皮に追いつ39とかな、見えるな、頭皮に追いついてきてるって、リョウジはそのリョウジ、いやいや、知ってないわ、なになになに、リョウジは31でしょ、今年、今年32、あ、うん、32でしょ、32、でも同級生と別に比べてもそんなあれでしょ、変わらんでしょ、変わらんな、32は全然まだ若いね、あ、全然若い、俺でもあのこの前、うん、まあ、この前というか普通に、うん、まあ、バイトをでね、まあ、仕事先で、うん、高校生とかが入ってきたりするのよ、うん、バイトね、うんうんうん、
ってなった時に、まあ、最初に初めましてじゃん、うん、で普通に喋ってたら大学生ですかっていう、ね、ああなるほどね、うん、見ようによっちゃ大学生っぽいもんね、うん、パーマもかけて、あいやそんな、うん、大学生っぽい雰囲気出てる、出てるね、うん、大学生ですかって普通に言われて、うん、で、うん、年言って、いや高卒っていういやいやいや、なんだわその言い方周りくどい言い方する高卒なんか、いや年齢いいや高卒かどうか知らんばよ、大学生ではないけど高卒です、卒業歴は聞いてないばよ、うん、別に、うん、年齢を言え、うん、30でも若く見えるよね、でも嘘、うん、いやでも最近俺追いついてきたなって思うけどね、あそう、うん、周りも若い、周りも若いね、ああでも周りはなんか30歳に見える、ああなるほどね、うん、30歳30歳まあ周り30歳なんだけど、うん、ちゃんと30歳に見える、あなるほどね、だと、うんうん、あ若く見えるすかないってことか、ないないない、あじゃあそれに比べたらじゃあ若いかも、まあ、20代前半とかに見られたら若く見えるさ、うん、でも20代後半、まあ、30手前ぐらいかなっていう感じ、うん、体もだって毛もなんもないツルンツルンだしベビーボディーだもんね、そうそうそう、まあ、うん、お父さんが脱毛してたから俺毛ないのよじゃあお父さんが脱毛してたらその遺伝は来ないのよお父さん脱毛前の遺伝が多分来るのよ、うん、俺お父さん脱毛してるから、うん、俺ツルツルなのよ、関係ないから、うん、その遺伝子までこんな変わらんそうなの、うん、あそうなんだ、あんな歯でかい大学生いないよやってきてます、ね、いやいや歯でかさは関係ないわ、ね、うん、年齢、むしろむしろあれだろ、でかい方が、うん、でかい方が若いだろいや知らん、でかければでかいほど若い、そんなでかいほど若いだろ、そんなのないからだ、聞いたことない、最近マジで歯でかいって言われるんだよな、なんかね、うん、言われてたね、長浜博樹さんとかにも、なんか近くで見たら歯でかいって言われる、うん、歯でかいね一応ね、うん、あの近くで見たらね、うん、遠くにいたらそんな歯でかいって言われない、うん、いや遠くでも歯でかいけどね、嘘、うん、2台車並んでんのか、うん、いやでかいなハイエースが避けようかなと思ったもん、ハイエースが、ね、そう、白のハイエースが、シャドウかなと思ったもん、この剣士のところはスポーツカーで、ちょっとちっちゃめのな、剣士のところはスポーツカーで尖ってるな、いやでもでっかいよね、うん、歯は、いや歯、いやこれ多分折り方がまずかったんだよな、あー、うん、折り方、折ったってことね、乳歯って折れるでしょ、いやボロンって取れるな、取れるでしょ、うん、取れる取れる、でもその取れそうな時に、うん、自分では取らないさ、取らないね、引っこ抜かないでしょ、うん、で俺このまだ生きてる乳歯というか、まだ全然元気な乳歯の時に、元気乳歯、そのなんていう前歯をゴーンって、うん、その保育園かなんかのドア、車のドアで、うん、あの車のドアが勝手にグーンって開いたのよ、なるほどね、そうで多分俺を見えてなくてね、うん、でその時にこの歯に、うん、前歯にこのドアのね、はい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 、車とひっつくこの先っちょというか、うんうん、まあ、ドアの先に、ね、ドアの先っちょにガーン当たって、うん、それで歯折れたのよ前歯、なるほどね、そう、うん、でその折り方がまずかったのよ、だからあれだね、歯とこの車が入れ替わって、いや車じゃないのよこのそしたらドアばよこれこれ、いやいやいや歯じゃなくてドア、ぶつかるところと入れ替わるとかじゃないから、うん、本体と入れ替わるから大体なんでドアだけ止める意味わかんない、ドアとしかぶつかってないから、違う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 、人と人同士ぶつかったらじゃあその部分だけ入れ替わるとかないから、でこれバーンって、だからその急激なんていう、今まだ全然生きてますよっていう乳歯が、ね、グラグラもしてない時にボンって降りたから、やばい急がんとってなって、なんだ急がんとって、急いで歯作れ、体がね、急いで歯作れ、大人の歯作れっつってでかくなっちゃったのよ、なるほど、でかくなっちゃったのよ、発注ミス、うん、発注ミス、サイズミスってんだこれ、でかくなっちゃった、なるほどね、うん、マギーシンジみたいな、びっくりして歯がでかくなっちゃった、じゃないよ何回も言うなそれをそう、あそういう経緯だったんですね、でこの歯ね、うん、であともう一つの原因が、うん、あの多分俺歯ブラシが強い、あーそうなんだ、いや関係ある、だから本当だったら、うん、その歯茎が半分ぐらいまであるのよ俺、ああなるほどな、この歯のね、うんうん、上もうちょっとかぶさってる、そうもうちょっとかぶさってるのよ、うん、でも歯ブラシ強すぎて、うん、もう歯茎が削れてってその歯の根っこぐらいまで見えてんのよ、うん、あそういうこと、だから大きいのよ、いやにしては綺麗にアーチ状に削れていくなこれ大きいのよ歯、いやこれは違うんじゃない、歯大きいんですよ、金城さん、はい、クリスいつ遊んでますか、
クリスね。何のその質問。アリンクリンのクリス。クリスいつ遊んでますか。いつ遊んでますか、うん、クリスと、うん、最近でも会ってないわ。あ、クリスと、うん、じゃあいつどこで遊んでるかわからん。クリスは別の人と。いやでも毎日電話は来るよ。あ、そう、毎日クリスから電話は来る。何なんそれ、嫌だな。で、何してるって言われる、うんうん、いやもう友達やし友達やしやね。電話取ったら何してる失礼だなあいつもな、うん、だから俺もその、うん、嘘つく。あ、なるほどね、うん、何もしてないとか、うん、なんかしてるけど、うん、そうそうそう、近所歯茎ないよや。あ、近所歯茎ないよな。歯茎ないんですよ、歯がでかいからね。 歯茎はあるけどな。あの歯で、うん、あの糸切れる。あー、なんか服のタグとかね。タグとか、なんか歯でクーンって切る人いるさ。切る人いる。俺もたまに切るね。切れる、うん、俺できないのよ。え、うん、なんで。あの歯でかいから。いや、でかかったら余計いけそうだけどな。違う違う、もうなんていう、この多分パワー系なのよ、うん、俺の歯ってパワー系。なんだパワー系って。この細かいあの、うん、ハサミの歯じゃなくて、あ、なんか支える歯というか。支える歯、うん、土台、土台というか、ああ、なんていう、この押しには強いけど、潰すとかは強い、潰すとか強いけど、うん、そうそうそう、リンゴとかお菓子でかっ、あ、そうそうそう、そんなん固めないやつ、そんなのは強いけど、その細かいこの、うんうんうん、細い線とか、うん、この紐とか、はいはいはい、はい、釣り糸とかね、うん、歯で行く人いるね。そう、うん、切れないのよ。なるほどね。そう、ちょっとやってみる。あ、ゴーさん噛み合わせやし。ただのね、ただの噛み合わせ。あ、でもね、歯の前歯の先端と下の歯の先端って交わる？交わらん。交わらないでしょ、うん、で、どうやって切ってんの？じゃあ糸合わせる、交わらせる。なんか、あ、じゃあちょっと顎出すんだ。そう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 、ちょっとしゃくれるかも。うん、できないのよ。あ、そう、うん、あー、噛み合わんね。噛み合わんな。そう、ね、めっちゃ顎出さんといけない。うん、でもなんかなんていうの、この隙間が空く、うん、でっかいな。かな、この剣歯がね、うん、長いのかな。なんかここにこの剣歯に引っかかる。なんかそう、下の歯、なんか上の歯がでかすぎて、うん、なんか下の歯6本ぐらい使ってやっと上の歯の2本。あ、いやいや、そんなわけあるか。下の歯の6本使って上の歯2本。いや、上の歯じゃもう前歯2で終わってるじゃん。じゃあ俺の、そうしたら前歯2で補ってるな、うんうん、すごいな。そう、あの糸切れないのよ、だから俺。あ、そう、うん、なんかどこまで切れるかっていうのなんかやりたいな。あれでも羨ましいなって思うんだよな。あ、切れるやつ、うん、かっこよく、なんかちょっとかっこよく見える。確かにね、うん、うん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 、確かに確かに。あのい、このな、歯でスーってなるってことでしょ。そうそうそう、噛めないってことでしょ。噛めない。あ、奥までだったら、うん、あの、だから腕とかバーンって怪我した時に、うん、血出たらこう紐でさ、うん、ってくるでしょ、うん、あれとかできないでしょ、うん、それはできるよ。スーってなるでしょ。だからいや別にあのくるむぐらいはできるわ。え、奥片方掴むさ、うん、でも片方噛んでクッってやるさ。いや、その奥歯で噛めばいいじゃん、それは。あ、奥歯は噛めるんだ、うん、奥歯は噛める。奥歯でしか噛めないってことね。いや、でなんならあの大きければ大きいほど噛めるから、別に。あー、なるほどね。布とかは全然噛めるよ。その場に糸しかなかったら、あ、い、あ、そう、もうじゃあ結べないんだ。糸で結ぶってなったら結べないね、うん、あー、なるほどね、うん、もうハサミ使えっていうコメントでしたね、うん、それしかないもん。まあハサミがない場合な、それしかないもん、うん、はい、なんかハサミない場合みんな歯できるじゃん。まあ基本ね、うんうん、人工のハサミ。なんかハサミ探すよりここで切った方が早いみたいな。そう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 、もう自分でプチってさ、うん、そうそう、俺の力でやった。あれかっこいいな、憧れる。早いね。あれ憧れてます。うん、なんかこっちでさ、ソーセージとか無理じゃん。ソーセージ切ってやるさ。ああ、いや、あれはね、切っていくでしょ。だからあの赤いのがついてるじゃん。ああ、あれぐらいちょっと大きかったら、うん、あの。できる、できる。あー、なるほどね、うん、基準がわからんな。あ、細かったらでも糸だったらマジで無理だね。あ、そう、切れない。トークでズバズバ切ろうぜ。何を何を。やかましいね。歯で切ろうか。歯で切れない代わりにトークでズバズバ切っていこうぜってことでしょ。あ、そういうことね。やかましいですね。じゃあ一旦 CM です。行くね。
れいいんだよな、歯あれね、うん、切れないんだよな。洋服のタグとかも切る。ああ、まあ、いけそう。だいたい歯でパチッて剣士で噛む俺。あ、剣士で行くんだ、うん、あ、一緒、あ、そう、剣士で、そう。え、でも剣士って尖ってない？尖ってる。でも、俺歯痛い時に力みすぎて剣士尖ってないの、ね、よ、うん、わかります？尖ってるよ。あれ尖ってた？いや、俺の剣士みたい。でっか、剣士、剣士でかえ剣士もでかいっすよ。シベリアンハスキー剣士。そうじゃ大型犬の剣士。5秒前3、2。はい、やっております、花フラワーの領事と申します。そしてこの男、グリキンです。何そのでかいやつの声質だった。でかいやつの声質。太ってるだろ、うん、こいつって思った、うん、一瞬でわかるね。グリキンです。突っ張りとか強そう。お願いします。最近本当にちょっとした話なんですけど。おお、どうした。ちょっといいっすか。いいよ。最近この冒頭でも言いましたように石川でバーって飲んで、うん、で飲み屋街みたいなのがあるんだよ。バーがいっぱいバーってスナックとか並んでる、ややこしいな。バーがバーって並んでる飲み屋街があって、あ、でそこにさ一人の女性がお店から出て外でタバコ吸ってて、お、まあ、40前半中半ぐらいの方かな、うん、でなんか俺の同級生がバーって喋っててさ、友達みたいで知り合いみたいで、うん、ああその女性と、そう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 、うん、おー久しぶりみたいな、うん、で話聞いたらなんか、うん、今日、うん、息子がこう野球の大会で、中学生か高校生か忘れたけど、うん、野球の大会で、うん、でそれ終わりで、父母でなんか打ち上げやってるんですよ、うん、いいですね、そうそうそう、楽しそうですね、うん、みたいな話しててさ、うん、で俺 も会話に入って、うん、あ、そうなんですねみたいな、うん、で吸い終わってタバコ、その女性がね、うん、じゃあ打ち上げ戻りましょうねっつって、うん、野球の大会のみんなの打ち上げ戻りますってバーって戻ったお店の名前が、うん、ミーティングだったね。絶対作戦会議するだろお前らと。ミーティングってマジ、うん、いや作戦会議やすに延長し、うん、延長やし、もうそれそうだな。てか絶対その父母の中の誰かの店だろそれ野球関連のね、うん、かもしれないな。ミーティングだったんだ。いや、ミーティング、今からミーティングしに行くんですねって言ったね、最後。言った。あ、いいね。で、戻りますねって、あ、今からミーティングしに行くんですねって言ったら全然伝わってなかった。あ、はい、つって戻った。気まずかったね。同級生もみんな、うん、まあもう俺のあれには入ってこないよ、別に。あ、多分気づいてないから。あ、誰も気づいてないんだ。誰も気づいてない。俺まあまあそこそこの声量で言ったけど、当てに言ったけどね。今からミーティングに行くんですか。今からミーティングに戻るんですね、うん、はいっつって戻ってきた。なるほどね。悔しいよね。悔しいな。めっちゃ悔しかったね。いやでも伝わらないのあるよな。うん、いやこれ伝わらないんかいと思って、うん、ちょっと酔い冷めたもんな。まあでもいやいや分かりやすいでしょこれミーティングって。いやもうずっと言われてるかもな。じゃ あなるほどね。こすられすぎて、言われすぎて、出た出た出た、もういいもういい、出た出たもういいよって出ました。あ、俺はもう満勤でミ、ーティングに戻るんですね。あーいあーいい、何回もやってるこれ。はずいやいや、なんやもうやめて。お家でミーティング、おいジュニアとミーティング、ジュニアとミーティングって。はい、っていう感じでございます。それが素人。僕もそこ少年野球で使いたい。石川にあるんでね、初めて見ました一応ミーティングっていうこの、うん、バーか。あのテーブルもな、うん、円だはずな。みんなで円で聞こえるようにかもしれないな。円だはず。真ん中にでっかい円の卓がボンってあるみたいな。ミーティングで。ミーティングあるかもしれない。うん、なんすか、言動？怒り言動。なんで？エヴァンゲリオン。あ、メガネが光って目が見えないやつね、うん、そう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 、ピカーって光ってる人ね、メガネがね、ゲンドウね。なんでやったこれ今。なんでゲンドウなんですか。今ゲンドウミーティングといえば、
こうね、テーブルにこうやって肘を置いて、ね、作戦会議ね、やってるけど、ホワイトボードバーもあるかも、ホワイトボードもあるかも、あーバーのね、ホワイトボードね、 あるかもな、得点板一塁とかあるかもね、一塁でその向かいに二塁でその隣に三塁、いやいやそれいいよ別に、でそのまま飲んだらお家に帰るっていう、あーホームね、ホームに帰るっていう、やかましいわ、いやいや言った CM です、いやいやいや、もうないばよ、もうないばよ、玉切れ、もう逃げでないばよ、あそう、うん、あそうです、逃げるなよ CM に、 CM いや CM のこと逃げって言うなよそもそも逃げるな、逃げてないばよ別に、いかんといけんばよ、でもブルペンっていう、うん、そうあの埼玉の郷さん、ブルペンってまああの野球のねピッチャーが肩作るとこね、行ったらブルペンって言うんだけど、肩作るところ、うん、あのウォーミングアップ、あはいはい、ブルペンって言うんだけど、ブルペンってあるんだ、そう、でその高校の時に、うん、あの筋トレするジムみたいのがあったのよ、うん、はい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 、そのジムの名前がブルペンだったわ、そうジムの名前がブルペン、そう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 、あもう完全にそれ用のジムだじゃん、そう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 、あじゃあそういうのもあるんだ意外とね、ある二軍、二軍だからそのエロいお店とか、うん、なんかそういうのなんか あるんじゃん、このなんていうテレビ番組の何かを撮ってやったりとか、うんうん、あるねあるね、うん、あるねあるね、うん、ある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 、俺北海道行ったじゃん、なんかあるから、うん、その時すすきのに行ったのよ、うん、でススキノの看板で夜の街だ、そうあのしゃべくりセブン、おう、ま、まんまじゃん、おしゃぶりセブンあーあるね、ありそうだねってなってた、おしゃぶりセブン、これいいバーいいのかこれいいバーいいバーで、でもあの、うん、あれよそのセブンもちゃんとあの009のなんかあのあしゃべくりの、うん、あの感じ、なるほどね、あのゼロセブンのね、うん、あ番組からのいいね、うん、なんかあるかな、ネプリーグなんか ドピュリーグとかさ、うん、いやネプリーグネプリーグか、そう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 、うん、5つ加えよ、うん、なんかファイブボンバー、ファイブボンバーみたいに、うん、なんかないからそういう内容とかもさ、でもアメトークも あったのよ、アメトークのやつがあったんだけど、あれなんだったっけな、なんだったっけな、あれパイトークだったかな、いやパイトークなんかかかってそうだけどな、うん、でもいやこれ完全にアメトークじゃん、トーク、うん、なんかあるかな番組、なんかそうパロディって面白いもんね、うん、そうこういうパロディ、でも沖縄あんまりないよね、沖縄も見ないね、うん、うん、ちゃんとなんか戦ってるよねそうね、ちゃんと自分たちで考えてちゃんとね、そうそうそう、いや向こうが戦ってないわけではない逃げてるわけではないかもしれんけどね、あるね、そうそうそう、なんか AV のタイトルとかもね、なんかいろいろあったりするもんね、そういうのね、ほんと、うん、何あの方ねバイキングの小峠さんの元彼女の、あーアンリ、何アンリさんね、アンリさんとか、なんかそういうなんかなんて日だをもじってとか、おーなんだったかな、坂口アンリさん、あ坂口アンリさんだ、坂口アンリさん、なんて日だ、なんて日だ、もうなんかもじってたんだよな、なんて日だを、意地悪だね、そうよね、うん、そんな感じだった、なんか2作品ぐらい出してて、で2作品とも多分それだったと思う、あバイキングそう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 の感じ、うん、そう、へえ、バイキングとかではないけど、うん、なんかそのなんかもう言葉セリフパナマどこよじゃないもうパナマでちょっとエロいもんね、なんかどこよ、なんかありそうだな、パナマどこよ、パナマどこよ、うん、ありそうだな、何って日だ何って日だ、あ何って日だ、何って日だね、ありそうだな、うん、なんかそんな感じだったんだよな、パナマ、そうね、あるでしょバイキングさんのネタで、うん、そうそうそう、どこよパナマどこよってね、やっぱあのセリフ強いよな、あれいいよな、小峠さんのやっぱあの声のトーンとか強さとかやっぱすごいよな、うん、なんかコーナー行きたいですけどね、お用意してないです今日は、あ音楽、あミュージックない、ミュージックがないですね、ノーミュージック、うん、ノーライフ、いやまあなんかなんだっけ、なんだ
タワレコ、あれタワレコか、あれ、あ、タワレコ、タワレコのキャッチコピー、うん、あれじゃあやる、キャラクター、キャラクター当てクイズ、うん、やりますか。ちょっと探すわ、じゃあキャラクター。あ、時間かかるね、うん、時間かかるな。キャラクター探すわ。キャラクター探す、うん、今から。俺さっき車にいた時に、うん、コン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 ってされたのよ。え、うん、うん、で、はってなって、うん、で、周り見ても誰もいないのよ。え、こコンコンコン、うん、コンコンコンってなって、うん、今も、今もって言わ、今は知らない、今もじゃなくて、あとその、うん、誰もいないってなってる時も、うん、ちょっとコンコンコンしてる、コンコンってなって、うん、で、あれって後ろの方から聞こえるのよ、うん、俺運転席に座っててね、うん、で後ろの方から聞こえて、うん、何ってなったら、うん、鳥がね、うん、ファサファサファサって飛んでったのよ。え、だから鳥が、うん、俺の車の上を、うん、コン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 続いてたのよ。なんで、そう、怖っ、なんでなんでコン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 、キツツキとかじゃないでしょ、うん、この上ね、車の、うん、屋根の方っていうか、うん、なんか穴開けをしてたんかな。コン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 って、うん、かわいいな、うん、何と思って、何だな、なんかだから今日俺チキン南蛮食おうかなと思って、いやー、なんかグロいなって思った、発想グロいなって思った。なんでよ、鳥見てなんで調理鳥料理食おうってなるか、はい、かわいいなーってから避けるだろそこは。うまそう、うまそう、うん、バケモンやしこいつマジで、歯でかいし。 TikTok で流行ってるじゃん。いや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 、わかる、おばあちゃんがカモみ、カモ、カモが休んでるのよ川で、はいはいはい、そしたらこの投稿者がね、うん、お、カモだみたいな、うん、でそのおばあちゃんが、うん、あ、休んでるんだねっつって、うん、でその投稿者がうまそうだな、うん、そしたらばあちゃんがうまそう、 お、 笑える。おばあちゃんが、うんうん、笑える、 うまそう、笑えるっていうのが流行ってんのよ。なんだその AI みたいな喋り方。なんだそのおばあちゃん、面白いねあれ。いや俺もなんか一回さ、うん、仕事から帰ってきて、劇場かな終わって帰ってきて、うんうん、で車の中に荷物あって、うん、で道具取ってる時にさ、うん、リュック背負って、うん、で最後道具後ろから取ってる時に、うん、こう後ろからさ、なんかブチ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 みたいな、なんか何か潰す音、おなんか果物か何かを、うん、ブチブチブチみたいな、お何と思って後ろ見たら、うん、何もないのよ、はい、別に下とかでも何もないし俺なんか踏んでるわけでもない、うん、何と思って、うん、でまたこうさ、うん、車の中でこうなんか荷物バーで取るもの、うん、整理してたさ、ブチ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 みたいな、おめっちゃ怖いと思って、怖いな。でまたバッてさ、もう逃げられないように、はいはいはい、ふってさ、もう急いで見ても何もないのよ、うん、で下にももちろん何もない、うん、上も何もない、うん、でこれが 3,4 回ぐらい続いて、はい、うん、めっちゃ怖いと思ってもうバーってもう急いで支度して、うん、でもう家に上がって、うん、何だったんだろうなあれと思って、うん、もうまあまあまあいいか別にと思ってさ、で、うん、カバン、まあカバンとかも置いて、荷物置いて、で中に衣装のさ、インナーとかがあったからね、はいはいはい、カバンの中バーって開けて、うん、洗濯物出そうと思ったら、うん、カバンの中で、うん、ムースが、おう、全部出てて、うわー、なるほど、ヘアムースが、うん、俺がこう後ろから取る、なんか荷物取るときに前かがみになったこの圧で、はい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 、カバンに圧かかって、うん、全部ブチ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 ムースの最後らへんの音、はい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 、ブチ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 みたいな、もう全部カバンの中ムースだらけなってたことがあって、最悪と思って、うん、そんなのあったな、思い出したね。でも蓋あるでしょ、ムースって。蓋取れてた、あ、なんか知らんけど、だからそれからもうムースとかそういうのはもう横に刺すようにしてる。あ、なるほどね、カバンの中に入れずに、中に入れない、何かあるかわからんから、最悪だったね。ムース、ムース、ムース使ってるんだ。ムース使ってた。あ、今使ってない。今はもうワックスだけど、スプレー、ワックススプレーとかだけど、ムース、ムースってあれどんねって使うの、あれどういう時に使うの。一回役所に行ってこれ使っていいですかって聞いてからなんか使う。いや、そんなわけあるか、はい、使わんわ。そしたら環境課とかに行って、ムースムース、これで使ってもいいやつですかって言って、なんかいいですよって言ったら、向こうの人が、
まあ、適量つって出して、うん、それ使った。いや、めんどくさいな。どういう効果があるか。なんか一回住民票も取らんといけなかった気がするな。ムース？ムース。ムース、マイナンバー出して。出して住民票取って、うん、まあ、今コンビニでも取れるから。コンビニでも取れるよ。取って、うん、なんか観光客に行って、うん、なんかムース使いたいですって、なんかつって出してくれるから。うん、まあ、その都度、つ、うん、って出すから。効果は？ムースの。ムースの効果はまあ約 1,2、うん、時間ぐらい。いやいや、何が髪が何、髪につけるんでしょ。髪につける、髪につける、うん、まあまあまあ適度に固まるけど、うん、まあ、ムースはもう完全にはもうガッチガチにはならんから。ああ、うん、ちょっと濡れる感じ。そうだから、パーマかけてる人とかめっちゃいいが。ああ、そうだよな、うん、だから本当に 今、 もう今すぐにでも韓国を帰って、うん、いやいかんいかんいかんよ別に。行ってやったらいいかも。俺市役所行ったら捕まるから。なんで何した何した。だから行けないのよ市役所。え、うん、行けない、うん、何が前科持ち？違法でムース使ってるから、うん、あ、申請せずに。申請せずに。ほら、うん、俺言ってるよ、ほら、なんか下水道課にも、もう申請しないといけない、うん、いや、めんどくさいな、ムースムース使わんわ。ムース使うにはそれ、うん、ワックスとかだったら大丈夫だけどね。あ、ほんと。はい、そんな感じですね。うーん、ちょっと待って、もうコーナー行く前に時間過ぎそうだわ。ごめんごめん。探しました？全然探してないんだけど。いや、探して、ずっと携帯見てたやし。なんで探そうかなと思ったけど、いや、もういいかなと思って。なんかムースの話し始めたから。いや、まあ、ムースの話になったけど。ムースの話したからもういいかなと思って。ムースのブラックリスト、うん、めんどいな。なんかあの、怖い話。怖い話でしょ、今の。今の怖い話だね、うん、ちょっと怖い話か。ちょ、ガチコア話好きで、俺ね。ガチコア。キャンさんの姿勢も今ピンってなっちゃった。ガチコア話。ガチコア話。あの、まあ今の携帯じゃないんだけど、はい、ちょっと前の携帯の時に起きた話、うん、で楽しみだな、携帯系か、うん、うん、寝てたのよ朝ね、うん、で朝、まあ、アラームが鳴って携帯からね、うん、でアラーム止めて、うん、でもう、今日休みだからもう一回寝ようと思って、うん、で、充電からね、うん、取ったのよ。はい、充電刺さってるやつから取って、うん、でベッドの頭の方に置いたのよ、うんうん、道具置けるみたいななってるさ、ベッドの頭に置いて、ちょっと棚みたいな、うん、あ、そうなのかな、 そこにポンって置いて、うん、で寝てたのよ、うん、充電をそこに置いたってこと？あ、携帯を、携帯を、携帯を、ね、うん、外して携帯上に置いたと。そう、携帯上に置いたのよ、はい、そしたら、まあ寝てるけど、うん、ちょっと耳が聞こえてますみたいな状態ね。あ、まあ、浅い眠りか。そうそうそう、の時になんかポポン、よく聞こえませんでしたってシリが反応したのよ。おー、シリが、シリが、うん、おう、俺寝てるよ、何も声発してないのに。発してない。おう、で、もう家も寝てる状態だからもう真っ暗。おう、で、誰も何の音も聞こえない状態。おう、で、シリが反応することはない。おう、ポポン、うん、すいません、よく聞き取りませんでした。うん、うわ、シリ反応してるわ。おうおう、まあでも俺寝てる。まあでもたあるか、そんなんたまに。あ、まあ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 、ね、たまにあるか、そんなん。誤作動的なね、うん、したらまた、うん、しばらく、もう30秒後ぐらいに、うん、ポポン、すいません、よく聞き取れませんでした。2回目。うわ、2回目じゃん。うん、通シリじゃん。いや、まあまあ、その呼び方なのかは知らんけど、通シリ、通シリっていう。俺何もしてないのに、うん、でまあまあまあいいか、通信、まあ、別に何もないわ、うん、それまたしばらくして、うん、ポポン、うん、うわ、またシリ反応した、うん、そしたら痛い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 っていうの、シリが。うん、ほんと？マジと思って俺も、うん、は、痛い痛いってシリが言ってるってなって、うん、で俺も本当にシリが言ってるから、うん、うわーってなって、機械的な喋りで。でも俺これ、うわ、見たいと思って。いやいやいや、なんかうるさいな、見たいなんか見たい、見たい、なんかうるさいな。でもシリは痛い痛い痛い、俺は見たい痛い痛いってなってるけど、でもぐわーってもう眠りに入ってしまって、そっから、おー、もう体もなんかもう動こうと思ったら動けるけど、なんかもうだるすぎてみたいな。へぇ、でも見たい見たいって。お尻痛い痛い、あ、いいえ、なんなんこれ、見たい見たい、なんで向こうもダダこねてるから、ね、でもパッて起きて、痛い痛い、しばらく、まあ、うん、結構1時間半ぐらい寝て、あんまね、しっかり寝てパッて起きて、うん、でパッて見たら、うん、もう別になんか何もなく、
携帯も、うん、で Siri の履歴みたいな、うんうんうん、どうやって見るんだろうと思って調べても、うん、それ見れないのよ。あ、 Siri って履歴ないんだ。そう、だからうわこれ何と思って、何だったんだろう、痛い痛いっていうことあるんだ。でも俺確かに、うん、携帯めっちゃ投げてたのよSiri を通して携帯が言ってたってこと。あ、だから こっからもう携帯はちょっともう綺麗に使おうと思った、うん、なるほどね、うん、今大事に使ってる。大事に使ってる。あ、そう、うん、じゃ綺麗だもんね、うん、うわでも気になるなそれ。調べた？ Siri 痛いとか。いや全然調べてない。調べれよ、うん、すぐ調べれよそれ。 Siri の履歴だけ見ようとしたら Siri 痛い痛いとか、うん、なんか Siri 履歴って言ったら、うん、なんか電話の履歴とかが出てくる。じゃ今調べて Siri 痛いって。え、怖い。なんだこれ、なんで最後いいで終わるやつ痛いみたい怖い、怖い、いい場合どっちでも怖い。調べれよ、うん、いいもう時間がないから。なんでよ、もういいから。はい、じゃあちょっと告知いきますか。はい、はい、花フラワー単独ライブが、今週の日曜日、はい、はい、16日にありますのでね、重ねの方でチケットまだあります。マジで助けてください。はい、お願いします。お願いします。来てね、はい、お願いします。ということで以上、お相手は花フラワーの涼次と申します。そしてグリキンですありがとうございました。また来週お聞きください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、じゃあもう一個怖い話。あ、聞ける。プチプチって音が筋トレ中に聞こえたら、はい、頭の毛細血管切れてる音です。そうなんだ。怖っ、力入れすぎて。え、これ切れたらどうなんですか。切れたらだから内出血とか起こる可能性あるんで、息をちゃんと吐きながらやってねっていう。なるほど。あ、力入れすぎて頭でプチプチプチって。そうそうそう、うわー、わー、だからちゃんと正しい筋トレを皆さんしてください。あー、短い。これはいい情報ですね。短い尺でデジ怖いな、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。